ないですか。まあ、ちょっと黒くなってるで、こちら配らせてもらった資料で、まあ後で増山さんから説明がありますけども、こちらのですねチラシが日本で初めてのベーシックインカムをテーマとした映画制作を増山レナさんがですね、今撮影をこれからするということですね。でその映画制作費を皆さんに今募集をしているということです。はい、でベーシックインカムというのは何かと言います。何かというと、もう無条件にですね一人一人にお金を月何万円かとか支給をしてしまう。それはもう条件がないんです。従来の社会保障だと例えば、まあ、生活保護とかあの 年金とかですね、そういったものというのはあの条件があるわけですね。その条件に当てはまらない限りあの給付は受けられないんですけど、ベーシックインカムというのはもうそういう条件一切なし、まあ、お金持ちだろうが普通の人だろうがですね、お年寄りだろうが零歳児だろうがお金を月何万円与えるというのがまあベーシックインカムです。だから1億2700万人に無条件に月いくらかを与える、つまり人であれば、無条件にもらえるというのがベーシックインカムの考え方です。はい、はい、ただですね、それは理想であって今まだ世界のどこでも国民全員に等しくあのベーシックインカムを払うっていうことを実現している国はどこにもないんですよね。イランはやってない。イランはなんか、はい、何千円かやってるっていう話が。そうなんだ。じゃあ私も不勉強でイランの状況を知らなかったんですが、入り口でタイムスというのを持ってきたんですけど、ちょっと一冊出していただいてもいいでしょうか。タイムズ、そこにベーシックインカムの記事をね書いたんですけど、はい、この中に世界の情報、あ、そっか、はい、あ、はい、すいません、バタバタしてごめんなさい。今日は皆さんお集まりいただきありがとうございます。さすがベンジャミンパワーで1週間前に決めたんですけれども、あのほぼ満席ということで大変ありがたく思ってます。私このタイムスという雑誌の編集員をやっているんですけれども、この中で世界でのベーシックインカムの実証条件っていうあの状況をまとめてレポートを書かせていただいてます。そうしますと、あのフィンランドは今年1月から2000人の、市民に対して、月あの7万円の給付をしていると。それはあの失業者を対象になんですけど、やっぱり、最初に国民全員にというふうに実現できているという状況はイランのことは不勉強で知らなかったんですが、私が調べた限りまだないんじゃないかと思うんですね。ただフィンランドがどうやって誰に給付するかという、過程の資料も見たんですよ。そしたら、実際に政府も一緒に、あのケラーという、福祉を担当する役所で、実際に話し合われてたのが、国民全員に11万円を、毎月配るということも真剣に議論されていたそうです。11万円。だからフィンランドひょっとしたら今年の1月から国民全員に11万円を配って、その分さまざまな福祉であるとか医療があの普段よりは少なくなるということだとは思うんですけれども、そこも真剣にあの検討されてたそうです。でいろんなグラデーションがあって、ベーシックインカムというとイエスかノーかということであの考えられがちなんですけど、さまざまなあのバージョンがあるんだよということと、台湾では例えば300人の村、2つに来年からその村の住民には全員に月5万円を払うというプロジェクトが、台湾政府のリードのもとにスタートしてます。その台湾のリーダーの方も今、お配りしたこの映画に出てくださってインタビューを受けてくださってるんですけど、私の、この映画ではドキュメンタリーとドラマの部分両方を作りまして、ドキュメンタリーでは実際に世界のベーシックインカムのリーダー的存在であるこの写真でいうと左上の方が前回のゲストだったんですけれども、
あの天野さんとのゲストで来ていただいた、エノシュミットさんというスイス松山さんの真下にいる人ですね。はい、ベーシックインカムの、リーダー的存在の方や、その下が谷崎テトラさん、その日本の中での社会運動のリーダーの方々に、インタビューをすると。でもう一つのドラマのパートでは、日本で最初のパイロットケースがスタートしたらどうなるかなということをドラマで今、撮影してます。もう一個後で配るつもりなんですが、25日に新宿でまたロケをやりまして、この写真でいう、着物着てる方がですね、講談師の神田香織さんでおっしゃいまして、あのベーシックインカムがスタートする街の秘密を握るクラブのママさんなんですね。そこで日々いろいろなことが話し合われていくんですが、このクラブのシーンを1日で撮っちゃえということで、25日は午後3時から新宿2丁目のお店を丸々お借りしまして撮影します。まだですね、ホステスさんが1人、そしてお客さん役がエキストラで募集してますので、今日いらっしゃった方で映画ぜひ参加したいという方は、ぜひ、参加していただけたら嬉しいです。じゃあベンジャミンさん到着しましたので、ちょっと主役を。あ、すみません。本日は集まりいただきましてありがとうございました。遅くなって申し訳ありません。先週、ブゲンビル、ソロモンショートに行きまして、水曜日帰る予定だったけれども、いろいろあって昨日夜遅く帰ってきてという関係もありまして、アイスコーヒーに牛乳、ちょっとミルクじゃなくて、ミルクって言うんだけど、牛と縁のゆかり全くないからね、この人。でも、それだと牛乳の量多すぎる。それは無駄目だね。いや、聞いてみて、大体普通の聞くの。プロはよく行くからさ。すいませんね、うるさいこと言って。で、せっかくだからちょっとソロモンショートのことをお話ししたいんですけれども、第二次世界大戦、ガダルカナールという日本とアメリカの激戦地にもあった場所なんですけれども、私は反政府ゲリラに呼ばれまして、1980年代からゲリラ戦をやっている、ブゲンビール、あの人たちでブゲンビールって言わないんですよ。マラキという王国なんですよ。考えてみてください。ブゲンっていう100、200年ぐらい前のフランスの船長が自分の名前につけたわけで、例えば日本だったらなんかペリランドと呼ばれるってみんな納得しないでしょ。同じように現地人はブゲンビルという名前嫌いなんだよ。本来の自分たちのつけた名前ではありませんけども、あそこで何があるかというと、世界最大の金の鉱山があるんですよ。で、僕はウィキペディアの、で書いてたその鉱山の資源の量かける今の価格だと、なんと170兆ドル。で、なんていうかな、一計7000兆円かなんか、とんでもない お金なんですよ。170兆ドルだからかける100で、それはその6カ所の鉱山の1つだけなんですから、僕がざっと計算したら、市民、島ね、27万人の人口ですから、まあちょっと荒計算すると、まあ他の鉱山に合計で例えば100兆あったとすると、その島の全ての市民一人当たり1000億円ぐらいの資産がある。で、今は裸足でボロい格好をして、ほとんどお金ない状況なんですけれども、で、この戦いの大元は何だったかというと、リオ・ティント人ってロスチャールドが持ってる、鉱山会社が発掘し始めたんですよ。で、最初はそこの住民たちをこう無理やり避けて汚い小屋に住ませたわけですよ。それが納得しないで、なんかやっぱりずっとね、こう自分たちの言い分を言っても無視されてるから、戦争するしかなくて、で武器がないから、最初斧とか矢とかあれでこう大勢でこうたくさん
人が死ぬ覚悟で兵隊を1人殺してその銃を奪ったの。でその銃を使って3、4人殺してまた4人分の銃を得て、で何かね、15年間の戦争でロスチャールの傭兵軍隊に勝ったわけ。勝利を収めたけれども、その後ずっと封鎖されてて、でまあ治外法権なんだけど、なかなかよそ者入ることはできないけれども、2019年までに独立が決まらなきゃならないという、こう国際条約があって、で僕はその人たちと話して、で銀行の、いわゆる暗号通貨ビットコインみたいな、その専門家連れていて、あなたたちがその自分たちの金と暗号通貨をくっつければロスチャールの銀行システムを無視して大丈夫だ、これだけ の金だともう世界の金融システムを変えるだけの金なんですよ。でまあそういうで実際問題として僕も容疑する羽目になったんですよ。っていうのはまず行くたびにいろんな邪魔があって、結局4日間かかった現地に着くまで、で結構道が塞がれたり、こう裏道で夜中こう走って、で結局 10台の、トラックが、傭兵積んだ10台のトラックが向かってた僕を捕まりに、でそれでうまい具合こうあの人たち全部木を倒して道を止めて、裏道で8時間ぐらいがかりでこうそこから、避難して、やっと昨日帰ってきたって感じですけども、だけれどももうこの情報を外に出すとですね、結局もともとロスチャイルドがやろうとしたことは、全ての市民を島から避難して全部掘り起こすつもりだったら、島ごとをなくすっていうほどの、まあ世界を変えるだけの金の量ですから、カメラ撮ってますか、いいですか、大丈夫大丈夫、撮らないと、いや、まあ見心地悪いけどとにかく、そういう出来事あったけれども、やっぱりこう欧米勢が昨日金融システムね、ドル円ユーロの体制どうしても 譲りたくないから、結局はこういう金とかああいうもののですね、こう暗号通貨のコンビでなんとかその人たち倒す道が今見えてきてるんですよ。でそのソロモン諸島のデイビッド・ペイという王様に会ってきたんですけれども、ここで iPhone の映像って画面に出せる人いますか？ iPhone の映像出せますよ、ネットでつなげれば。っていうか、だって iPhone 不器用だけど、僕の iPhone に現地の映像がある。見たい見たい。iPhone から。まあまあちょっとそれ。大丈夫です。iPhone 私の PC にやってもらったら。iPhone 私も持ってるから。で。パプアニューギニアって言ってるんですか。パプアニューギニアからブゲンビルってソロモン諸島という独立地区なんだけども。これは僕が着いた時に歓迎式かな。すごい。とにかく大きい話に、世界の話に戻りますと、この10年間、まあ本当は911以降はですね、大きく言うと東西の金融覇権争いが続いてたわけです。要するに911のきっかけはアメリカを買う株式会社、アメリカの株主が、中国の国民党から借りた金を返す義務があったんですよ。でそれを返さないために、911をやって、でそこからずっとその東西によってその攻防戦で欧米がドルと今すぐ使えるお金と、あと石油本位制、ね、ニクソン政権以降油の管理をしてたわけで、アジアは伝統的な金を、このコンピューターを信頼しますか？信頼する。はい。まあまあ CIA がね、全てのものはちょっと待ってます。とにかくいいよ、もう僕は水族館水族館に住んでるつもりで秘密はないから、まあトイレの時ぐらいドア閉めるとね、とにかく今
じゃあ、行きましょう。大丈夫、大丈夫。大丈夫。すごいレールですね。ちょっと皆さん電気を一旦消します。消しますか。消してもらいました。すいません。よかった、はい、雨の中これ家から持ってきたからさ。国民党というのはあれですよね、台湾に逃げた障害者。そうそう。で、あの裁判ではあのニクソンがその金の残りね、わずかのしかなかったけど、中国共産党に返したために、返す必要ないという主張だったけれども、そういうわけにいけないで、世界金融の一番運用はですね、お札を信用しない、何の価値がないから金じゃないとダメだから、物じゃないと。で、今あのアメリカとか欧米勢が金がないから、あの手この手使ってずっと延命してきたけれども、そろそろ限界になってるんですよ。金本位制というのはあのニクソンの時に亡くなったという建前にはなってるんですけど、実はなってない。まあ、あのある程度な、要するに油あの買えなくなったから、はい、あのその、要するにだけど、最近例えば今あの先週の2週間前からあのカタールがあのニュースに載ってるじゃないですか、はい。でカタールがあのいきなりサウジアラビアとかに村八分されたとか言ってるけど、うん、あれなんでかっていうと、なんか新聞とかでテロとかどの頃とは言ってるけれども、うん、本当はあのカタールがイランと共同でガスの大きな油田があって、そのガスをヨーロッパじゃなくて、インドと中国に輸出する協定を結んだ。でその時ドルを使わないで人民元とかあのインディアのルピアとかそういう通貨で、だから、ドル石油たあの本位制に対する大きな打撃だったから、こうみんなカタールを村八分にしようとした。ところがね、今あのアメリカもあの今内戦に近い状況にあって、あのヒラリー陣営対あのトランプ陣営なんですよね。で最近僕は分かったんですけど、知ってる人みんな昔から知ってたけれども、ヒラリー・クリントンはデイビッド・ロコフェラーの隠し子だったんですってね。だからビル・クリントンはあのウィントロップ・ロコフェラーの子供だから、あのいとこ同士の、で要するにあのそういう金融貴族の支配があの、クリントン敗北とあとデイビッド・ロコフェラーの死亡で危うくなってるわけですよ。それであのトランプ政権の裏に何がいるかというと、あの接種制に反対している能力主義を推薦するあのグノシサイルミナティなんですよ。だからアメリカ今内戦に近い状況だけど、とにかくグノシサイルミナティというのがあの、まあ、イルミナティって一般に言われますけども、それはあの接種制を尊重する勢力と能力を尊重するのと分かれてるっていうこと。あのそう、ここではねちょっとね、あのやっぱり定義しないとまずいけども、あの一般的にイルミナーティというのは影響の知れないあの影で世界を操っている悪いエリートという多分一般の認識だと思いますけれども、で僕があの現場で取材して実際に自分たちでイルミナーティだと名乗った組織が2つあったんですよ。一つはローマの P2 フリーメイソンで、彼らはあのシーザール時代から、血筋、あのシザールの血筋であの欧米を操っている、いわゆるハプスブルクとかあのヨーロッパ貴族、あのかシーザー、カイザル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 からの血筋、はい、そう、まあ、ハプスブルクとかそっち系列なんですよね。で、彼らはカオスから秩序へと、だからお酒飲んで遊んで暮らしている農家をかき集めて労働させて城を作らせたりするということをやる連中なんですよ。で統一あの世界政府を目指して自分たちの管理下で、でグノシサイルミナティはそういう血筋によるあの特定の血筋の支配に反対して、で彼らがフランス革命、アメリカ革命とロシア革命を起こしたというんですよ。でそれぞれの革命の共通点は貴族がみんな、大掃除されたというか、まあ、大量殺人もあったけれども、とにかく血筋はいなくなって、で最近あの結構ねロッシャールド・ロッカフェラーあったり死んでるんですよ、次々と。デイブ・ロッカフェラー、バルジンスキー、それから僕の情報ではクリントンたちも死んでる、それからロッシャールのかなりの数も死んでると。だから
水面下で暗殺劇が続いていると、建前で死亡が認められたらバージンスキーとロックフェラーとぐらいだけど、あと、まあ、ローマ法を追い出したりとか、で奥の 王様は退院したんですよね。今生前退院したのはオランダのビアトリックスの女王とかスペインのもう一つベルギー、これやるまでもうちょっと時間かかるから電気つけてください。ベルギーの王様とか、で最近日本の天皇陛下の関係でもあるんですよね。だから激しい、まあ、世界権力紛争が起きてて、でさっきのカタールの事例でそれに戻りますけれども、ここではサウジアラビアとみんな村八分にしようと言ったけれども、その直後アメリカ軍がカタール軍と軍事演習して、でカタールを守るぞって言ってるんですよ。でその理由はすごい分かりやすい。カタールが120億ドル分の武器を買う、いやお金用心棒代払ったからアメリカ今ねお金がないから、で売れるものはね武器なんですよね、基本武器。あとはまあね、牛肉とかあんまりないんだよね今。だから自分たちの倒産を避けるために、あ、すみません、ちょっと撮影やめてもらえますか、うん、撮影ダメなの、撮影こっち撮ってますそれダメです、うん、消してもらえます、あ、そう、うん、まあで今まあ、とにかく目に見える形でその欧米が内戦に近い状況になっているんですよ。今大手マスコミというもの、アメリカでね今国民の 6% しか信用してないんだって。だから CNN がいくらねそのトランプ弾劾って流してもまだバカなこう洗脳された外国にいる人たち CNN のことみんな鵜呑みにしてるけど、アメリカではもう相手にされてない、こうでなんかロシア疑惑どの子のっていうのも全く、もう証拠もないけれども、要するに旧体制がどうしてもトランプ、ロシア必死なんですよ。で日本は残念ながらまだ旧体制の管理下にあるために、さっき見たら共謀罪とかこう無理やり通したけれども、ああいうことやる政府はビビってる、市民国民を恐れてるから、そういう、でソ連が崩壊した時の事例を見るとですね、弾圧高めても、ルマニアみたいに最後はダメなんですよ。で、なんか一説による安倍政権の本当の支持率も1割もないんだ。だから八百長世論調査とか八百長新聞とか限界が来てるわけ。で彼らが恐れてるのは自分たち の上にいたロックフェラーとかも失脚してるわけ、アメリカで。だからみんなヒラリーって決まってたじゃないですか、ね。ヒラリーじゃなくなって、もう安倍慌ててトランプにこうペコペコに行ってお金いっぱいこう積んでね、こうそういう情けない事情だけれども、こう上がこう変わると、あっちで変わるで、今結構トランプのツイートの先週僕は いなかったけど今朝読んでたけれどもね、なんか、今ローゼンスタインっていう人がこう副法務大臣かなんかね、最初、トランプにコミ FBI 長官クビにしないって言って、で今度FBI 長官クビにしたことを調査しましょうって同じ人間が言ってると、これはトランプの、ツイート疑惑だから、アメリカでは今ワシントン DC の政治家と大手新聞と、あとドイツ、フランスぐらいしか今ロスチャイルドの管理下にない状況なんです。あと残念ながら日本、韓国も変わりました、ね、この間フランスでね、マクロンが大統領選挙があって、その後総選挙がすぐに行われてマクロン陣営が圧勝したんですけども、あれはどうお考えですか。ただフランスはかなりまだ影響力が、まあ、日本と同じように強烈に強いと、まあ、マクロンというのは当然ロスチャイルド銀行で副社長になった人間ですから、まあ、当然そちらの系の銀行権力側の人間なんですけども、まあ、そこが立ち上げた新政党が国民戦線とかよりもぶち切りで出たわけですよね。ただ、まあ、危険率は 50% で最高だったけども、なんかね、フランスが選挙前に選挙はね、ペスキン
ペストキンかセキリーの選択しかなかったわけです表現したんだけども、実はあの、マリン・ラペンが2600票対2100万票で勝ったんですけども、それは八百長だったんですよ。で、あの、不正選挙が行われたんです。不正選挙、あの 100% それはもうあの裏取られて全部破いて、ラペンが勝った。そうそう。で、で、あの、結局はあの今、フランスはドイツの植民地だと言ってもいいんですよね。あの、ヒトラーは戦争でフランスと試合したけれども、あのヒトラーの娘であるアンジェラ・メルケルが、メルケル首相、今ドイツの首相なんですけど、それがヒトラーの娘っていうことですか、はいはい、あの実はヒトラーの娘であるということ。これはあのロシアの当局がかなり詳しい人の証拠文書をネットに出してるから、それあのまあ、ほぼ間違いない、あの彼女の本当のお父さんとかそういう経歴は全部こう不透明だけども、まあ裏の世界ではもうそれ常識になってるんですよ。でも今度顔を髪の毛黒くしてここにちっちゃいヒゲつけたらもうそっくり分かりますよ、ね。でもいずれはもうあのフランスがドイツの植民地ということはね、ヒトラーは、まあ、これあの今日のテーマである世界の日本、世界と日本の支配体制を全て暴くというね、うん、テーマなんですけど、うん、つまりメルケルがねロシチャイルド側であるということは、うん、じゃあその ヒトラーというのはねロシチャイルドを戦った勢力の代表だっていうふうに世間では言われ、当然世間では言われてるわけですよね、うん、あの反ユダヤで、そのユダヤの主要であるロシアルド勢力を倒すためにあの戦ったんだというのが、まあ、いわゆるあの普通に教科書的に言われることなんですけども、うん、それは違うということなんですね。ヒトラーはイスラエルの生みの親だという言った方が正しいんではないかと、というのはあのまずこうロシアルド あのこれオーストリアの国会での証言がベースなんだけども、ヒトラーのお母さんはあのロッシャールの、家を妊婦として出たんです。そこで召使いやってたんですよね。で、ヒトラーがなんか貧乏絵描きだったはずの時にもう、うん、あの豪邸に住んでて、あの運転手付きのこう高級車に乗ってたわけですよね。で、もともとそのロスチャイルドが、自分たちの王国をイスラエルで建国しようとしたんですけれども、はい、第一次世界大戦の時にですね、一応バルフォル宣言でじゃあユダヤ人その自治区は作ってもいいよっていうのがあったんですけど、でも補助金出しても何しても誰も住もうとしないわけ、こう、まあ、だからうまくいかないから今度脅しで追い払ったわけ、ヨーロッパから。それヒトラーの役割なんですよ。ね、豊かなヨーロッパ、世界で一番豊かなヨーロッパで、そこに職業も家族もいる人たちがイスラエル、砂漠のパレスチナに移動するわけがないということですよね、普通に考えると。そうそう、はい、で僕の情報源の一つは、エドワード7世の、イギリスの王様、離婚した者と結婚したためにすぐ退院した人の娘なんですけれども、で彼女が最初の情報源だけど、あとで調べていろいろどんどん裏付けの証拠が出たけれども、ヒトラーはエリザベス女王のいとこなんですよ。でどういうことかというと、遡るとすごい分かりやすいけど、第一次世界大戦の時に、ロシアのサリヒ、それから、ドイツのカイザーとイギリスの王様、みんないとこ同士なんですよ。みんなビクトリア女王 のジョージ5世の子孫なんですね。ビクトリア女王のからの。ロシアの皇帝もドイツもイギリスもみんないとこだったの、皇帝。そう、あれはもう普通に公の情報として出てるわけですよ。で問題は、第二次世界大戦の後に、第一次世界大戦の後に、ドイツでは 王様支配が禁止になったわけ。要するに、それで、そのぐらいを継いだのはヒトラーなんですね。だから、で彼が、これも今、情報開示で表になってるけど、やっぱりね、
王様ね、あの英語で Holy Roman Emperor、なんて聖ローマ、皇帝みたいな。ローマ神聖ローマ皇帝ね。神聖ローマ皇帝の、はい、になる準備をしてたっていう、はい、あの証拠を今やっとあの。まあ大聖帝国ね、言いましたからね。そうそう。うん、だからそのさっき言ったこの、カイザルの時代から血筋のメンバーなんですよね。で、あのメルケルもそうなんですよ。で、面白いのはメルケルがいつも G7 であの写真いくらでもあるいつもあのボタン、こうジャケットのボタンにこういうマークをつけてるわけですよ。ね、で、あの要するにあの自分、これあのピラミッドの上の目っていうのはイコール王様のシンボルなんですよ。全部収めてる一人。だから G7 いつもこのマークしてる、この周りにみんなしもべだと。あので確かにあの中でその血筋の人間彼女だけなんですね。あとはあの雇われ社長は確かに。ヒトラーは南米に逃げたんですか。その死んでないで、自殺してないで。それもかなり詳しい情報は出てるけれども、あのやっぱり南米にあのパラグアイに牧場を持ってて、その牧場をあとブッシュが一族が買って、であの例えばあの表で確認できることは、ヒトラーの遺体が戦後見つかったはずだって言うんですけれども、実際問題としてソ連が崩壊する前にその遺体だって言われたものがもう一回燃やされて、それ灰が全部川に投げ捨てられたんですよ。 DNA 調査できないように、で、まあ目撃情報がたくさん出てます。写真も出てるんですけども、あとやっぱりこうやっぱり潜水艦で、あの小型飛行機でノルウェーまで、でノルウェーから潜水艦でアルゼンチンまでっていう、あのまあ普通、まあいわゆる隠された歴史してる人の中ではもう常識になってるわけですよ。で今あの本当に世界になんか2つのストーリーが少しずつ出てて、あの今まで秘密だったものがあのどんどんあのネットの関係で表に出てるから、隠された歴史どんどん出てるんですよ。あの今欧米で起きてることはソ連崩壊に近い状況だと思えば分かるんですよ。あのソ連が共産主義の中で育った時ね、あの保育園の時からずっと共産教育なんですよ。新聞も共産主義、新聞で、テレビも共産主義で、これから共産主義をどうやって世界に広めると、で資本主義どれだけひどいかという教育をずっと受けてて、である時突然あの実は、共産主義悪かったと、で実はスターリンがそんなにいいやつじゃなかったんだよとか、うん、って感じで、それの今欧米バージョンがあの始まってるわけです。なかなか読めない、ね、読めない、うん、それは残念だけど、あとで動画だけもらって、そのあの後で明日あったらね、あのアップしますよ、明日僕は、はい、あのいずれはだからあの、僕のホームページにリンク出しますから見てください。あのまあ、まあ、あのちょっとね、はい、あの基礎的な話に戻したいんですけども、うん、先ほどあのイルミナティに2つの系列があって、その世襲制を求めている勢力と能力主義を求めている勢力があって、うん、でそこがあの世間では一緒に語られるわけですよね。だからフランス革命もアメリカ革命もあのロシア革命も、そしてこの資本主義社会に作ってきたのはイルミナティだという形で、いわゆるその銀行家たちを中心とした勢力だということで一緒に語られるわけですよ。あのいわゆる陰謀論と言われるような世界の中で、そこは二大派閥があるということでいいんですか。そうですね。だからあのよく見ると、まずだから今の世界の支配構造ということで、まあそのイルミナティと言われるね、こうまあ世の中のそのお金の発行権を牛耳ってきた勢力がいて、そこがあの今の自由民主主義ですね、いわゆる資本主義経済と民主政治を融合した体制を管理してきたというのがまあ一般的な見解であって、でそのイルミナティというのがまあ二大派閥があるということですね。あのベジャミさんで、そう、まあ、あの欧米の支配構図はですね、やっぱりあの血筋、例えばあの、ロックフェラーって、超ドル単位でお金持ってたんですよ。あのフォーチュン、あの
まあ世界の、まあ、欧米の上場企業ほとんどの、経営をスイスの人たち調べたんですけど700人ぐらい全部管理してるんですよ。だから僕が最近ちょっと計算して、0.000001%、1000万人に1人みたいな、1% 対99% じゃなくて、1000万人対700人対7億人ね、という計算にもなるけれども、この血筋のメンバーがお金を発行して山分けする権利で自分たちの権力を隠してたわけで、それが最近バレちゃって、それで彼らを倒す動きがあって、でそれがトランプ政権の誕生につながったわけ。だからトランプ政権の裏にいるその技能資産、いわゆる接種制に反対するイルミナティ、そこでアメリカが内戦に近いで、トランプの叩きがヒステリー的になる。日本はまだ血筋支配ですから、トランプは絶対に嫌だっていうの、ものになってるわけです。でトランプ自体はそんなに権限があるかってそうでもないの。裏の根回しに沿って話す。例えば最近の事例で言うとサウジアラビアに行った時にアラブの NATO を発表したけれども、帰ってからすぐにね発言を撤退せざるを得なかったわけ。イラン批判を撤退して、でカタール、サウジアラビアカタールに対する制裁を発表した時に、ほらもう僕の反テロ体制もすぐに成果を出してるんじゃないか。で次の日に、カタールに謝罪の電話をするためになったわけ。コロコロ変わってますね。要するに裏だから、で彼の鎖を引っ張るのはアメリカ軍とか、その軍産複合体の中のいわゆる、能力主義派、その血筋を倒そうとするグループなんですよ。そう、マティスとかはそちらの系列ってことですか。そうですね、はい。特にね、あれが多いんですよね。海軍だって、あれなんていうか、マリーン、海兵隊が多いから、この人たちが中心でですね、こう。で、まあ、それでアメリカが、いくら議会とかマスコミが騒いでも、喧嘩になったらあの人たち負けるから、で大手マスコミを避けるためにツイートなどを使っているという状況なんですから。で、まあ、その次は日本に来るという状況なんですよ。あと世界権力構造ここにないけれども、僕長年中国の秘密結社とかそういうアジアの秘密結社といろいろ接触があって、で僕の理解ではアジアでは大きく、まあ、アジアっていうのはいわゆる中国系のね、インドとかあれはまた別ですから、旧王族が大きな権力を持ってるわけです。例えば、孫兄弟がなんか、孫文とか、蒋介石と結婚してたじゃないですか、うん、それは孫時代の黄金の宝を持ってるわけです。蒋介石のあれですよね。そう、奥さんだった人たち、ね、そう、あと孫文の奥さんだったとか、ね、要するに中国の歴史を見るとその王国、王様、皇帝やってる間に黄金いっぱいもらってそれを隠すわけですよ。で今までの人類の歴史、いわゆる大文明の歴史の中では戦争と金が密接な関係を持っているわけ。要するに兵隊の給料を払うために金とか銀が必要だったから、でいつか巻き返しを図るために金を蓄えてたわけ。でいつかだから自分たちが刺客するときに金を持って大体東南アジアに避難したわけですよ。だから、タンは リーという名字だから、今いつも大体中国ナンバー2はリーでしょ。シンガポールリー600年ぐらいの、そうそう、かなりの影響力、はい、だから いわゆる旧王族のネットワークがドラゴンファミリーって言って、でその旧アジア王朝の血筋ネットワークがかなり影響力があるわけですよ。で彼らは実は、中国を近代化させるために共産主義はやむを得ないと決めたらしいんですよ。だから、
中国の内戦であれだけこう蒋介石大きな軍隊行ったのに戦わずに降参したんじゃないですか。裏でもうそういう決着がついてたということですから、中国の場合そういう、旧王族の血筋ネットワークと、それから能力主義の中国軍と中国共産党で、もっと詳しく言うと中国軍と共産党は、仲悪いというか、まあ仲悪いって同じ中国だけどライバルでもあるわけ。だから、習近平がトランプに会いに行った時に、トランプは北朝鮮何かしてって言ったら、いや僕の力やら及ばないと。それは中国の北軍、北の軍がすごい強い軍隊だから、彼らは習近平の言うことを聞きはしないということで、そういう構造があるわけ。だから中国は軍隊、共産党と旧王族というこの権力構造があるという。共産、中国の本土でもその王族の血筋というのは力を持ってるんですか。もちろん、今も全然持ってます。だから共産にしようというのは決めたのは結局王様たちだと思って、近代化させるためにそれ一番いいんじゃないかと思う。中国の歴史を見れば、前はこう同じような改革の事例があったから、それを参考にしつつ共産主義があったらしいんですよね。でとにかくその、はいはい、でまあそういう世界の支配構造があって、で、そのイルミナティの中にも二大派閥があって、今そこが争っているということですね、うん、はい、はい、で、そのトランプがそこの意見を聞いて右往左往しているという状況で、はいはい、で日本の支配構造に移りたいんですけども、日本の支配構造はやはりその血筋系のイルミナティの、まあ、国際銀行家たちの影響下にあると考えればいいですか。そうですね、まず何が、これもいろいろ隠された歴史を最近知るようになったんですけども、まず、第二次世界大戦の時、アメリカ軍が日本軍と戦って日本人が最後まで死んじゃってこう反撃したんじゃないですか。それでもいっぱい生きてる連中を見つけたわけ。あなたたちなんで死ぬまで戦わない、いや僕たち関係ないよ、僕たち韓国人だからって言って、うん、ああと思ってこれ使えるんだと。で戦後の支配構図のために、韓国系の人たちいっぱい使ったんですよ。それだから歴代の日本戦後の総理大臣ほとんど田中角栄とあと小渕監督以外はほとんど韓国系だっていう情報を今もらって。それは国籍としては日本国籍を持ってるんですね。もちろん名前も書いて、例えば戦後大きな影響力を持った北朝鮮の人間は孫大直っていう人がいるんですよ。孫大直だとこうちょっとあれだけど日本語のは池田大作でもそういうのが多いです。創価会、はいはい、名誉会長、でこうそれもあって、あとやっぱりね、ロックフェラーが戦後の日本の裏の親分だったんですよ。でここですごい大きなポイントで、これこれは2つの違う、日本の皇室筋から同じ情報もらって、全然こう敵対関係にあるほどの仲悪い別々の情報源同じこと言ってるから、彼らが曰く、昭和天皇がアメリカ人が上陸する前に自分の子供を替え玉に置き換えたんだと。要するに自分の子供をアメリカに洗脳されたくないというので、金城天皇は、昭和天皇の子供ではないと。で昭和天皇が生きてる間に日本のことを守ることにしたわけけれども、結局、金城天皇になってからもうロックフェラーの言いなりだったんですよ、で血筋じゃないと、だから替え玉だということもバレ、裏でそういう弱み握られたために、こう平成になってから日本がどんどん全部盗まれたんじゃないですか、こうお金とか、でだけれども、今どうなってるかというと、ロックフェラーが死んじゃって、で言うこと聞かなくなった。やっぱりここではもう日本を守らなきゃ、いくら僕はもともとはどういう血筋が関係ずに今は日本の天皇だって言って日本を守ろうとしているために、生前退位の圧力をかけられているというふうには情報を聞いてはいるんです。それつまり、昭和天皇も含めて今の平成天皇も権力を持ってる人
存在だということなんですか。あの戦後の日本はね、天皇は政治に一切関与しないという建前で来てるわけですよ、ずっと。そう、まあそれはある程度本当だけれども、お金のなんか特別な名前あるけど、ごめんなさい、日本語力は力不足ではあれだけど、なんか特別なハンコあるんだってね、国威かなんかで、それを押して初めてお金が動くらしいの。でそれ今押そうとしないから、そこでは意思を行為できる存在としてあるという、そういうことなんですよ。で、ごめんなさい、最近明治天皇が替え玉なんじゃないの。もともと明治天皇は替え玉説もあるじゃないですか。もちろんそうですよね。彼のお母さんがハプスブル系の姫様だという情報も、もらってるんです。その情報は、満州王朝の血筋人間から聞いてるわけ。だから、彼っていうのは大室虎之助。大室虎之助のお母さん、写真家の女性だったらしいな。ハプスブル家の姫様だったから。ハプスブル家ってシャクレって有名な。だからまさにカイザルのそういう血筋なんですよ。でそれで今情景どの子のっていう話いっぱい一生懸命プッシュしてるのはそっちグループなんですよ。だから自分たちの血筋で日本を取るために、その人たちがこういわゆるユダヤ貴族の秘密っていうのはこう。ダビデ王まで遡らないといけないけど、ダビデ王すごいいい王様だったけれども、ソロモンの後みんなバビロンに負けて、で全ての、男性の子孫が殺されたわけ。それでダビデ王 の、 イスラエル王朝の秘密警察がその血筋復活のために、女性子孫を使って彼の血筋を復活させようとして、それで昔から自分たちの女の人を、戦略結婚で王様と結婚させて、それで潜り込んだわけ。その典型な目に見える事例はハプスブルグ王朝なんですよ。ハプスブルグ一時はドイツ、スペインとかイタリアも全部支配してたんですよ。だから全部女を使って、で子供を教育させて潜り込む王室を。でも最後は血が濃くなりすぎてしまって、健康な子供が作れなくて、それでこう衰退していたっていうことだと思うんですけど、まあハプスブルグはそうでもないけれども、やっぱりビクトリア女王の時からのいわゆる、サクス・ボーター・ロスチャールド一族と確かにそうだから、血友病になったりとかいろいろトラブルがあったのは確かなんですよね。あと、ごめんなさい、すみません、ですね、今ハプスブルク家の話が出てきたのでちょっと整理したいんですけども、ロスチャイルドやロックフェラーというのはある意味最近出てきた、まあロスチャイルドは違いますけど、ロックフェラー100年ぐらいですよね。でロスチャイルドも200年ぐらいで出てきた勢力 でハプスブルクになると500年前かなという勢力です、ね、いや、起源、彼らはね、まあ、出てきて、大きくなったのは700年から、で起源、なので起源700年から始まってるハプスブルク王朝が、でその前からカイザル、カイザル、そこからだから、ハプスブルグが、まあ、16世紀ヨーロッパを、まあ、事実上すごい巨大な勢力になって、スペインも神聖ローマ帝国も今のベルギーもね、イタリアも支配してたわけですけども、そのあとはハプスブルグというのは、まあ、没落したというのが一般的な考え方なわけですよね。で逆に出てきたのがロスチャイルドやロックフェラーのようなブルジョアジー、いわゆる銀行家たちが出てきて、でその銀行家たちが今世の中を巨大な力、お金の力を持って管理してるっていうふうに、まあ、思われてるわけですけど、ハプスブルグとそのロスチャイルドやロックフェラーとの関係っていうのはどうですか。やっぱりハプスブルグからするとロスチャイルドは成金だと。でサックス・ゴータという冴えないちっちゃな王国の血筋がなんであれだけ大きくなったっていう、こうでハプスブルク帝国が第一次世界大戦で崩壊したんですよね。もう、700年以上の歴史があったので、それで正式に王朝がなくなったけれども、やっぱり第一次世界大戦あとオスマントルコ帝国とハプスブルク帝国とかそういう
負けた王族が巻き返しを図ってるんですよ、うん、これもすごく大事なのはね、血筋支配と能力主義支配以外にですね、あのいろんな利害あるわけ。だから例えば中国の皇帝の歴史を見ると、もう兄弟同士の暗殺は後絶えないじゃないですか。その同じように王族、同じ血筋の中でものすごい仲悪い人たちいるわけですから、確かにあのハプスブルク系がそのサクス・ゴーター・ロスチャールうざくて倒したくてしょうがないかんだっていう側面もあります。それは、つまりロスチャールの、まあ、血筋を重んじる勢力の中でもまたそれは対立があるということですか。そういうことですね、はい、だから自分の血筋を一番上にしようとしてる、うん、まあ世界の王朝の歴史を見れば分かるの、兄弟同士の暗殺とか、はい、いとこ同士の戦争とか、もう後絶えないんですから、一番嫌じゃないということは言える。ハプスブルグとロスチャイルドたちは、一時期一緒な、あのロスチャイルドがのし上がったときに、やっぱりこう根結という形で結びついていったんですか。どうだろうね、あの一番あのこれを分かりやすくすると、ナタニエル・ロスチャイルドね、あとはあの、ワテルー戦で、の大金を作ってから、ビクトリア城経由でロスチャールとあのサクス・ゴータの地位がヨーロッパ全ての王朝を乗っ取った感じなんですよ。だからやっぱり19世紀からですね。とにかくあのそういう欧米では隠れた、要するに一般欧米人がこの人たちも衰退してただの象徴で何の権限がないと。でも裏ではお金を作って山分けする、あと大手企業の支配で相当な権限を残したっていう構図が今荒れてるわけ で日本の場合あの代理植民地だったわけですよ。でこれもあの自衛隊の人間の幹部から聞いたんですけど、やっぱりねあの戦後アメリカが上陸したんじゃないですか。で戦時中の政府の人を呼んで、あのあなたはね建前の総理大臣になるけど僕の命令聞きますかと、なんかマカあのマカーターが聞いて嫌だって言って、それで戦犯で死刑、うん、ね、で次々と死刑死刑で騎士になったらはいって言ってよしで今安倍に至ると、あの児玉よし、児玉よし、安倍さんは統一教会なんじゃないかとも言われてるんですけど、このさっき日本の戦後、どんどん韓国の方を、政治の中に入れてきたっていう中に、その統一教会が政治に入り込んできたということも関係してるんでしょうか。そうですね、あの、統一教会っていうのはあのこれは面白い情報なんですけどね、南米のパラグアイに、武士の隣の牧場があるんですよ。でアメリカの報道、調査とか取材でどんどん出てるけども、統一教会はあの、麻薬密輸、武器密輸でもう戦後ずっとやってる組織なんですよね。でこれがで僕もずっとこれ調べたら、あの第二次世界大戦の終戦の時にですね、日本軍とドイツ軍がファシスト勢力、ね、あとあの国民党軍、負けた側が巻き返しを図って潜伏したんですよ。で潜水艦を全部出さなかったわけだから、ニューギニアとサオトメで、南大西洋のところに潜水艦基地を温存したんですよ、戦勝国に言わずに。でそれを使って世界の麻薬密輸を戦後やりだした。だから武器商人、麻薬商人を裏でやって、それで巻き返しの資金を得たわけだから、南米のコカインをやってたのは、ナチス勢力なんです。南米に逃げたナチス勢力で、北朝鮮の覚醒剤やってたのは、日本帝国軍の残党、関東軍の残党が作った国や、北朝鮮、それから、黄金の三角のヘロインを作ってるのは国民党軍と、あと降参しなかったのは日本軍がヘロインで、そこで戦後の裏ネットワークが世界で作って、で僕が国連が出した世界の麻薬の数量かける末端の価格で計算したら、なんと年間世界国際麻薬ネットワークは2兆ドルなんですよ。年間だから200兆円、アメリカ軍予算のやっと3倍なんですよ。だから相当力あるネットワークで、
これは CIA に潜り込んで、けど結局は911の時にその人たちがアメリカを乗っ取ったわけで、トランプになってもう一回追い払われた状況なんですよ。そういうあの状況だと理解してる。で、日本の場合まだいるんです。で、ただね、ここが難しいっていうのは、あの自分たちが悪いことをやってるつもりはないわけ、中の人間なんですよ。で、あの例えば北朝鮮を救った勢力、関東軍はね、ああ日本が負けたと、アメリカに占領される、それは帰ってもしょうがないと、だったら日本帝国は北朝鮮で再建しましょうという愛国心を持って独立をあの維持しようと思って、北朝鮮という国を作ったわけです。北朝鮮という国はね、一般的にはソ連が作った、そして中国共産党があの朝鮮戦争の時に軍事介入して、まあ介入して作った、つまり共産勢力、ソ連と中国という共産勢力が北朝鮮という国を作り出したっていうのが一般的な考え方ですよね。そこには関東軍という概念は入ってこないわけです。それを関東軍が作ったということなんですか？あの、まあ、もちろんあの関東軍が、ソ連に負けたわけですよ、はい、でソ連がその中からその使える人たちを、動員して北朝鮮という国を作らせたという側面もあるんです。ただし、うまい具合にあのロシア、中国、アメリカの間に劣って独立を少しできたという感じだと思います。つまりあの、まあ、その当時の朝鮮をの、まあ、官僚とかそういった人たちというのは、まあ、日本人が多かった、関東人が多かった、それを利用します、当時に利用したということですね。あと戦後あのほら、途中からいきなり冷戦が始まって反共がテーマだったから、その時あの韓国朝鮮半島から5万人の憲兵隊を反共のための軍隊として日本に連れ込んで、それは今の衛星右翼の大元だという意味です。でそので日本の支配構造における、例えば今あのその先ほど、まあ、韓国系の人たち、朝鮮系の人たちっていうのが戦後利用されたっていうふうに言ってますけども、それは北朝鮮という国家と関わりを持ってきたっていうことでいいですか？そうですね。あので裏でその覚醒剤ビジネス、そこにもいわゆるナチ派の CIA も関わってきて、だからあの統一教会とかも関わって、統一教会も関わって、みんな同じネットワークで、あのでそれが創価学会も関わって、国家学会もまあ元々北朝鮮系なんだけど、またちょっと別の派閥なんですけどね。あのまあ、いずれはあのこういう隠された権力構造だから、であのやっと出てきたけど、結局日本の戦後の総理大臣はあの、白人のボスの命令に聞いて喋ってたわけですよ。それが今出たで、具体的にあの僕もここに深くまで、まあ、潜り込んだというかあれだけれども、もう具体的にもうキャラが出るわけです。マイケル・グリーンとかね、あのリチャード・アーミタッチとか、リチャード・アーミタッチはバーブラ・ブッシュのいとこなんですよね。でマイケル・グリーンバーグ、あのマイケル・グリーンはあのロスチャイルドの弁護士で、この2人が、安倍に命令だった八百長選挙を演出したわけですよ、うん、でそういうところまで今情報が開示されてるわけです。で今の、まあ、日本で一番一つ問題なのは、その北朝鮮がそのミサイル実験やったり核実験やったりして、あそこはもう日本のすごい脅威だということで、それを政権が盛んに言ってるわけですよね。マスコミもそれを毎日毎日報道してて、でその北朝鮮と日本の権力層は実はつなが今でもつながってるんですか？もちろん最近までつながってたけど、今はもうつながってないんですか？今もつながってるんですよ。あのなんか僕は日本のことはね、ある意味でね、あのなんだっけ、ジェキル博士とハイドみたいなその人格で、あの日本は、ジェキルでこう国際平和で、あの ODA とかあの、非核宣言とかそういういい顔で、あの北朝鮮はこう核脅しするぞとかさ、あの でもどっちも同じ、大元同じだって感じ、まあ、二重人格構造で、あのこれイエルツィンの元ロシア大統領が言ったことをベースに言ってるんですけども、イエルツィンが言ったのは、日本は世界の首脳
だけに実は、核兵器を積んだミサイル5000発あると言ってると。だから北朝鮮のミサイル技術は全部日本発なんですよ。日本はもう独自で持ってる。それともアメリカ軍が持ち込んでるんですか。独自で持ってる。ほら、あのロカショ村で、5000発分以上のプルトニウムを作ったんじゃないですか、はい、で核兵器を作るために一番難しいのはプルトニウムを作ることがあるんですけど、プルトニウムがあれば、もう核爆弾作れるよ簡単に。それはでもアメリカの意向を受けて作ってるっていうことでいいんですか。いや、まあアメリカもほら二重人格裏にそういうナチス勢力ずっと戦後からこう潜り込んで特に試合の中に行って、でそのグループがそういう裏ネットワークを日本ともつながっててやってるわけです。で武器商人麻薬商人でこうお金稼いでたっていうこと。その5000発を作ったのはその日本政府が独自で判断してる暮らしからですか。日本が独自で持ってるという形態なのか、それともやっぱアメリカの意向のもとで作る。いや、結局は日本を再び独立国家にしようという試しの人たちもいるわけですよ。その人たち独立派が作らせているっていう。で今アメリカ軍が言ってることはもうアメリカも、日本と同様に今独立しようとしてるわけ。アメリカがそういうロシア・ロカフェラ支配から独立しようとしてて、でそういう意味では、ね、日本も一緒に独立しようじゃないかっていうそういう感覚だと理解してるんですよ。でアメリカ軍の人と話すとですね、あの人たち沖縄にいたくないんだって。要は軍事的に戦略的に言うと沖縄が中国に近すぎてこうミサイルであっという間に抹消されるわけですよ。であそこ戦略的に意味合いがない。で彼らはマラッカ海峡、その東西貿易のこう壺を抑えるところに基地を移転したいから、水面下でも沖縄からインドネシアにその、第7艦隊移動しようとしてると。でそれが嫌だ嫌だって言ってるのは今の日本の永田町のずっとアメリカの同盟公文でやってた連中なんですよ。でその人たちが今ビビっちゃって共謀罪みたいな通してわかりました。じゃあ、まあ、大体世界と日本の支配構造というのは聞いてないんだ。あとね、白竜会ということで、一応、ホワイトドラゴンっていう、はい、漢字で白竜って、はい、所属している会議、蒋介石と鄧小平が入ってたやつなんですよね。で、孫文が作ったけれども、彼らに相談したら、やっぱり漢字の名前を使わないで、ホワイトドラゴンで通してくださいって言われているんで。まあ、白竜会は白竜会だけど、要はそれ何だったかというと、ブッシュになってからですね、その第三次世界大戦を起こして世界人口の、まあ、人類の9割を殺すという、ナチス計画が始まったわけですよ。で、そのためにアジアの秘密結社立ち上がる、チンパコンパとかそういうところで、その人たちが欧米の秘密グループとかそういうところで良心派に接触して、でやっぱりもう本来の欧米の民主主義人権を守るこう正しいところを復活させようとしている人たちが欧米で立ち上がったわけ。要は自分たちのアメリカがファシストに乗っ取られるのはごめんだっていうグループが、立ち上がったんですよ。それはホワイトラブなんですよね。何年ぐらいに、まあ、詳しいこと言わないけど、ただね、中心的な人物一人はね、アポカリプス・ナウという映画、コポーラの映画で、地獄の黙示録、地獄の黙示録、その、あれは実話なんですよ。そのキャラが、トム・クライムという人をベースに作られたんですよ。ベトナム戦争の時の話ですね。そうそうですね。でトム・クライムスっていうのはその CIA の中の暗殺部隊の人間で、やっぱりこれおかしいぞ。で あの時ほらヘロインを CIA の担当だった、ヘロイン担当で国民とのヘロイン取引やってたわけだから、その国民とのそのヘロイン相手が今ね、あなたの政府が人類の9割殺そうとしてるけどおかしくないけど、確かにそれおかしいぞって言って
でそのグループが動き出して、それで水面下で暗殺とかいろんなことを始めて、で他に今度、KGB の人間とか北朝鮮のいろんなところから人が来て、ペンタゴンから来て、で雪だるま式に増えた感じなんですよね。そういう場合、いわゆる欧米の良心派って言ってもいいかもしれない。そういうなんか緩やかな連合体みたいなのがあるということですか、それとももっとなんか結構緩やかなんですけど、ガッチシしたの、いや緩やかだけれども、今あのペンタゴンを動かす力もあるわけですよ。でそのだからやっぱりあの CIA の良心派とか、アメリカ軍の中で特に力があって、でその人たちがトランプを入れてクリントンを倒したっていう。それホワイトドラゴンソサイティなんですか。まあそうですね。で実はあのアメリカの総選挙はね、もちろんもう八百長なんだけども、結局あのデンバー空港の地下で特殊部隊同士の戦いで決まったんですよ。その選挙ドローコンピューターのその管理をめぐっての戦いだと。だから途中まではヒラリー勝ってた、もう発表あったんじゃないですか。いきなりパーンと変わったその時のその戦の元だったんですよ。あとあの、まあ、これは最近なんですけど、メディアさん、口座の凍結がされたということなんですけど、はい、あの口座は今も凍結されている状況なんですか。あの全ての収入が抑えられてるんですよ。あの一応建前上、僕はあのずっと、税金をあの武蔵野市の税務署に行って、その役員の指導のもとで全部やってたんですけども、変な調査が入って、でいきなり何20年から29年までの、9年間の消費税と、で消費税って言っても僕の収入の 98% ぐらい、90% ぐらいはあの英語の有料ブログの海外にいる読者なんですよ。要はトヨタ自動車が車を海外に輸出したときに消費税払わなくていいんじゃないですか。それと同じはずなんだけども、それいきなり9年分、それから、今までその例えばホームページやってる人たちとか人にこう下請けに出してたお金の、7年間の源泉払いって言われる。でいきなりだから1700万円こう払えって言われて、でそれ払えるわけがないし、おかしいって言って、でもそれで全部の収入を差し押さえられて、あの全部、あの完全にこう取られてる状況が続いてる、まあ、それでカンパのお願いする羽目になったわけですよ。で今あの他の稼ぎ方にも一生懸命だから、さっきソロモンショット言ったのは、まあ、金の取引にも手を出そうかと思ったっていうのがあの仕方ない、もう飯食わない、いつまでたっても工事機やるわけにいかないその口座の凍結はその税理士の人とか弁護士の人とかとは相談して今対策を、もちろん税理士あの弁護士ずっとちゃんとした正しい道筋でやっても、あのこれは普通じゃないから、これはあの、本来なら郵送費用やじゃあ 分割払いとかなんとか、それもで倒産してもダメだって言われてるんですよ。要するにこうとにかくあの、ね、ペーパールの収入は全部差し押さえられてるんで、あの他も前から差し押さえられてるから、もう、僕現金以外には収入が入らない状況なんです。そのね、あの今メーテルさんホワイトドラゴンソサイティの広告担当者をされてるっていうことを、まあ、一応あの石鹸に電源を伝えるための役割、要するにもうすでに表に出てるから、ね、でね、あの何兆ドルもの債権をホワイトドラゴンソサイティが保有しているっていうのを以前出してたんですけども、そちらからお金をもらうっていうのはあのね、結局だからその金融システム の、はい、あの発見争いなんですけども、ね、その第二次世界大戦前に、はい、アメリカとか欧米勢がアジア中から金をもらって、はい、で高額な債権を配ってたんですよ。でそれが一応本物の債権だけど、何兆ドル単位の債権なんだけど換金できない、うん、あのという状況だ。そういうものいっぱいあるんですよ、そういう箱があって、で本当にあのアメリカがこうそれ本物なんだけれども
換金させてくれない、あの 日本がアメリカ国債を売却できないっていうのに近いっていうそういうことなんですよね。何百兆、100兆持ってるけども売却することは事実上できないような債権である。だからそれは換金したら結局、世界権力がアジアに移るから、こう本当それ返さなきゃならない、金で返すか、うん、お金で返すかっていう義務はあるけど、それをあのやってないわけ。分かった。あの今の話にちょっと関わるかもしれないんですけど、黄金の百合っていうボックスがあるっていう話があって、実は私その映画を撮ってほしいと言われて、黄金の百合のボックスを持っている方から依頼を受けてるんです。でこれ何かっていうと、にわかには信じられないんですけれども、1億円札、100万ドル札、100万ドル札が1個じゃなくてなんかこうボックスに入ってるっていう、まあ、これ本当ですか？もう10年前からこの話追ってるけど結局あのこれすごい長い歴史あるんですけれど もうローマ時代から東西の貿易を見ると、アジアが金焼き物のスパイスを欧米に送って、欧米が金銀を送ったんですよ。その影響で世界の貴金属の 85% アジアに集まったわけ。それでこれあの、スティーブン・シーグレーフという、ゴールド・ウォーリアーズという本で、日本語訳禁止になってるんですけども、あの人はちょっと反日的な感情はあるけども、でももうすごい、何十年かけて調べた本なんですけどね。それなどあのかなりもうこれ10年間いろんな関係者と話してあの情報をもらってるんですから、それを総合しますと何があったかというと、日本を乗っ取って軍事基地にして、日本を使ってアジアから金を奪う計画が明治時代からあったと。であの1920年代30年代、日蓮宗のお坊さんたちが中国全土に回って、金目のあるものもね、例えば、どこにあるか、金のどこにあるか調べてたんですよ。例えばあの質屋とか金持ちの家とかで、あの第二次世界大戦とかその前に児玉芳雄とか笹川峠とかそういう人たちが、馬族を作って、で馬族っていうのは今で言うと ISIS みたいな、こうちょっと悪党、あの朝鮮系中国の、マフィアとか、日本のまあとにかく柄の人たちが町を入って女を犯してお金全部盗むと。でその後あの日本の正規軍が来て治安を戻して、それでこうあの日本軍のその、占領を容認させる作戦、これ大昔から自作自演作戦ですね。そう、大昔から欧米のやり方、まず 悪役を送り込んで、で悪役退治で自分たちのそこに入ることをしてで、それで中国乗っ取って、でその金が最初日本まで一生懸命運んでた。でそれ今まで大量にあるから、日本の個室に未だにハンコ押せばすごい金が動くけれども、今ハンコ押そうとしない。でも途中から戦争が不利に行ったために、全部マレーシア半島とかフィリピンとかインドネシアに運ばれてたんですよ。であのその他に国民党側とかに債権を配って金をもらってた、という事例がある。だから盗んだものと債権で交換して、であの60年後に返す約束をしつつ返そうとしなかったというのが2つあるんですけど、事実上盗んでるような状況っていう。そうですね、はい、分かりました。じゃあ、一応、まあ、話はここまでにして、質疑応答を、したいんですけども、何かベンジャミンさんに、質問がある方いましたら挙手をお願いします。ちょっと単純な話なんですけどね。あのマイクなくていいんじゃない？マイクなくていい。じゃあ大きな声。はい。アメリカのね、あのトランプ政権の話なんですけど、いろいろまあ、 あの当選した後、まあ、いわゆるイチャモンがついたりして、まあ、ガチャガチャガチャやってますよね。僕なんか単純だから思うのは、権力握ったんだからトランプさんが言ってたようにね、911の犯人はブッシュだとかね、そういうことバーッとあのなんていうか、サモン委員会も開いて特別検察官も任命してね、強制的にバッとやっちゃったら、まあ、ヒラリーは捕まる、ブッシュは捕まるは、なんですか、ソロスも捕まるとか、一気にそういう、まあ、要するに問題になるだけでいいんですよね、有罪になってぶち込まれなくても、要するに裁判になるだけで、そうなったらね、アメリカの国民、我々もそうだけど、
わーって広がるんじゃないですか。その効果の方がツイッターでちょこちょこやってるよりは早いんじゃないかなと思うんですね。ただそれが力関係がベンジャミンさんがずっとおっしゃってるようにね、やっぱり日本そういう時代が来つつあるんだけどなかなか来ない。でやっぱり勢力っていうか、なんとかトランプ勝ったんだけど庶民の味方でこう、ね、支えられちゃったんだけど、やっぱその力がね、まだまだそういう旧勢力っていうか、そう日本見れば分かるように、アメリカでもそういう状況、世界的に残ってるのかどうか、そこはちょっと分かんないでね、まあ単純にはいかないのは分かるんですけども、なんかゴロッと変わるようなね、こういう状況に来てるんだから、まあトランプさんがね、掌握で、クリントンが大学だって、みんなでおっしゃったのかずっと見てますけど、まさにその通りだと思うんですけど、人間完璧じゃないんだけど、なんかそういうゴロッと変えるようなね、ことをもう、まあ、極端な命かけるぐらいでつもりやればね、もっと目の見える世界で変わるんじゃないかなって僕思ったんですけど、難しいですか。ソ連と西側の冷戦の時にね、マッドっていうのは、mutually assured destruction っていうの、戦争やったらお互い破滅するよ、うん、今、ワシントンで起きてるマッドじゃなくて、マブで、mutually assured blackmail。お互いの脅迫が、お互いの裏ネタ持ってるから、こう、膠着状況が続く。ちょっとスケールが違うと思うんですけど。スケールは違うけれども、要は、トランプ確かにその選挙の時にね、ブッシュが911やったとか、そういう発言したんだけど、はいはい、大統領になった時に急に911に黙っちゃったわけ。要するに、内部関係者多すぎて、こう、ぐちゃ混ぜになりすぎて、こう、出てこないという、そういうことがあるんですよね。で、ただ、まあ、ネット上でも出てるからさ、で最高にたどり着くところはお金の発見というか、そのどうなるかって、その辺の争いがこう言う先なんだっていうふうな理解なんですよ。だから確かに奥の人たちは、トランプになったらもう旧知事をみんなにこう公開すると期待してたら全然だよね、他も、彼はほらビールを作る人ですから、その911の諸国はこうあれはこう解体だよって発言もしてるわけですよ、うん、なのに今は黙ってるわけですから、うん、だからお互いだからね、じゃああなたは麻薬通商やってるじゃないですか、いやお前はね自動ギャンブルやってるじゃないですかとか言ってこうマフィア同士のなんかお互いにこうネタを持ち合ってる状況になる。もうだからワシントン自身大掃除が必要っていう感じなんですよね、本当はね。いやだからトランプ自身が真のアウトサイダーではなくて相当インサイダー的な人間であるって感じです。やっぱり僕も長年日本の政界を見てて分かったんですけども、脅迫材料がないと上までいけないんですよ。やっぱりこう言うこと聞かない恐れがあるわけですよ。で同じようにアメリカではもともとトランプは負ける役だったわけですよ。で本人も負ける脚本だと思ったら勝ったったわけですねって感じで、こうちょっと意外だったわけ、本人もびっくりした感じで、でトランプの場合これいろいろ聞いてるけど、これはね、カリフォルニアの裁判所での証言をベースに言うけれども、ジェフリー・エプスタインという男がカリブ海に児童性的虐待島を持ってたわけですよ。でそこに権力者を呼ん で未成年を13、12、11歳の女とこう坊やとセックスさせて全部録画して、その後脅迫するということをずっとやってたわけですよ。でトランプも何度も何度もその島に行ってたんですよ。でこれ13歳の女の人が当時トランプとセックスして、その時に僕の俺の言うこと聞かないと前僕12歳の女を殺したんだけどあなたも同じことするぞっていう証言がカリフォルニアの裁判所に提出された。で本人トランプは否定してるけれども、僕が聞いてるのはやっぱりトランプが若い少女を殺してるビデオが存在するということで脅迫されてるとは聞いてる。これアメリカ軍からも聞いてる話ですよ。ただそれでもそういう個人の問題よりも国とか世界のことを考えて、まあ、それに目をつぶってトランプを支持してる。一応大統領のサインを持ってるから
それを使わなきゃなんないから多めに見てるけど、そういうことがあって911やったらお前の自動ギャップのビデオ出すぞっていうことで、こうなかなか出てこないということなんです。そういうのは日本の権力者たちも同じだということですね。当然みんなしっかり犯罪をしていて、それが証拠として持たれていて脅されるネタになっているという、まあ、確かに大きな同性愛ネットは日本の政界にあるけれども、僕が長年見てるとどちらかっていうと日本の政治家もっと単純にただ単に賄賂付けというのが一番多いじゃないですか、まあ、日本の場合はすぐに辞めさせることができるシステムになっている。その13歳と政治家がセックスしているかどうかっていうのは聞いたことないんですけど、 AKB の女の子たちが竹中平蔵が作った変態バーっていうのがあって、そこで夜な夜なこう休止をすると、でパンツ履いてないんだ、だからかがむと中身が見えちゃうような状況で、休止をするお店があって、実際にそこに行っている方から聞いたんですよ。あのね、実はね、ここでこう隠しますけど、自民党のあんな人やこんな人も言ってるらしいですよ。ここね、ノーパンしゃぶしゃぶ行ったことあります。それは別に、いやいや、あのね、日銀の、大きなスキャンダルあったんですよ、日本で、政治家と権力者がノーパンしゃぶしゃぶ接待されたの、で、僕もお金持ちの人に、じゃあ、あと中国の政府の高官と行ったんですよね。で、確かに普通しゃぶしゃだから、みんなノーパンでこう上に道具をそれ取りに行くときに、あとなんか懐中電灯下をこう見るとかで持ち帰り OK だけど、なんか正直言ってね、持ち帰りする気にはなんなくて、ただ記者として見たんですよ、これがそうだったのかっていうの。で、4人の1時間半、2時間ぐらいで50万の料金取られたらしいよ、はい。まあ、そういうのはあの人たちの間では普通だと。そのお金持ちが芸能 の, その事務所の女の人 の, その売春、本を持ってたわけ。大体結構有名な女優でも大体一発50万とか普通に、だから、意外と安いんです、ね、そう。でも僕はよく昔テレビ出てたんですけど、安いよテレビは。一部の人以外はこう、例えばゴールデンタイム出てもこうその出演料3万とか5万とかそんなもんなんですよ。それで飯食えないから女の子たちがその、売春で稼いでる。あと、これも結構有名な、まあ、名前は言わないけどテレビで有名な女の人がいて、でいっぱいテレビに出されたんですよ。それで途中で、今度あなたねお見合い結婚しなきゃなの、お金持ちと。だから、そうしないともテレビに出させないというので、要はこれいっぱいテレビで売ってからお金持ちに紹介料でこう結婚させるというビジネスもあるわけ。それでテレビ引退、そういう人もいました、友達で。なんか前川さんばっかりさ、バーに行ったことを言われてかわいそうな気がしてさ、もっとその中枢にいる人たちの、今までの悪事みたいなのは表に出てくると、日本のこの海もなくなってくるかなって。結局逆な、権力を、失うとスキャンダルが出てくる感じなんですよ、うん、順番が違う。いや、あと、おい、はい、質問、はい、ね、2つばかり言われますけど、1つ目はちょっと歴史的な質問、もしかしてヒトラーとベニンはかなり関係あったんじゃないかと。ヒトラーとベニンってかなり関係があったんじゃないかなと。イスラエル の独立の最初の首相ですけど、1933年にナチスが政権取ったと同時にベニンが自分の軍隊でパレスチナ人を虐殺し始めたという史実を書いていたのに、エロ気になって、あ、これ臭いなと思ったんですよ。あと、もう一つの質問が、まずこれについてね、確かにナチドイツの時にユダヤ男子いながらシオニストの新聞ばかり解禁だったんですよ。要は、イスラエルに行く以外に選択なかったけど、イスラエルに行くためにナチスも大協力したから、うん、明らかに仲間だったんで、そういう意味では。で、次の質問で、今ね、一つ目の質問と同時にちょっと言おうとしたんだけど忘れちゃいました。まあまあ後で、はい、後でまた、じゃあ上げてください。別の質問は、
はい、じゃあ。あ、すみません、311のことの真実を知りたいんですけど、あの人工地震だったという説もありますし、その前になんかあの、クジラが大量に打ち上げられて米軍があのなんか操作をしていたとかっていうのもあるんですけど、どうなんですか。あのこれは僕かなりね、あの事前にもうあの日本が、核テロを受けるというのを分かってて、ものすごい数多くの情報源から総合しますと、2000年に沈没したクルスクというソ連の潜水艦から、4発の核爆弾が盗まれたんですよ。それぞれ500キロトンだから、あの広島長崎の20倍のもの。それの一つが、さっき言った早乙女潜水艦基地から湯切りまで運ば、まあ、とにかく日本まで運ばれて、でそれを密輸した人間、その現地爆弾を密輸した人間から直接聞いてるんですよ。で、あのそれがあの地球という船が海底にあの、10キロまで穴掘れる船に運ばれて、で、あの5つの小型物に分断されて海底に埋められて、爆破させられたんですよ。で、あのその目的は日本の外貨を、脅し取るためだったんですよ。戦後稼いだ外貨、まあ、それ 100% 人工地震で海底に埋められた原子爆弾が主な理由で、あの311の次の日にあのミニャメン・ネタニヤフ、イスラエル総理が、カンナウトに電話して、日本の外貨を手渡さないと次は富士山やるぞという脅しがあったのはもう、後は NHK でも報道することになると思いますよ。これあのその情報源がその爆弾を密輸した人以外にですね、日本の、公安、自衛隊の警察幹部と、それからあの、泉パオロというキリスト教牧師がいるんですよ。で彼はですね、あの、立川に教会に行って、そこの教会のに自衛隊の任務が来て、で彼がですね、その地球でその爆弾を小型化する作業をやってて、でこれは地震の調査だって言われて、でその後311起きたから、あこれは僕たちが起こしたんだと思って、彼らの仲間を次々と殺されてたために、キリスト教徒だったためにキリスト教の保護を頼ん で今もあのキリスト教団体に、保護されてて、であの、詳しい証言する用意があると、今アメリカにいるらしいけども、とにかく、暗殺するためにキリスト教団体に保護されてる、そういう情報源たくさん出てるから 100% これは日本に対する脅し。その脅しはね、あの例えば96年か7年に出た漫画に2011年3月大災害って出てるんですけど、つまり相当前から計画されていたものだったのか、どう思いますか。相当 それでも最近、その2011年3月の、まあ、ちょっと前に決まったことなのか、それとももう96年か7年、そのぐらいが少なくとも、僕家にコピーあるんですけども、2007年の財界展望という雑誌、今財展という名前で、これ2月号か11月号忘れちゃったけど、まだ家にまだコピーがある、現物あるけれども、あの日本は、核、発電がやりすぎて、原子力発電がやりすぎているために、石油いらなくなると、そうすると言うこと聞かないから、日本を独立させないために東京電力を潰すのは得策だという CIA レポートに基づいた記事があるんですよ。それは2007年の段階ですから、その時から少なくとも、東京電力を潰す計画がアメリカの中にあったことは確認されます。はい、では、次の質問は、あ、じゃあ J さん。ちょっと話があの相当広がったんで、どこを聞いたらっていうのはちょっとあったんですけど、ちょっと一番革新的なところで、ベンジャミンがよく言うグノーシス派イルミナティっていうグループの名前が出てきて、実力主義の、標榜するグループだとっていう話よくあるじゃないですか。だけど
そのイルミナティってさっきもちょっと話出てましたけれど、そのロスチャイルドたちっていうのは確かに何回か接種っていうかちょっとしてますけれど、基本的にその王族に生まれてないようなグループだったり、あとロックフェラーにしてもまあちょっと血筋入ってるみたいだけれど、だけどその基本的に会社組織でお金をする権利をゲットして会社を途方もない数作って、東インド会社以降、それで会社にマンハッタン計画じゃないけれど各々の分担したところが他のシステムどうなってるか分からずに、ただ AI だったら AI を進めていくとか、金融システムだったら金融システムを進めていく、それの集合体として最終的に管理社会を作ってしまうみたいな、で最終的にその頂点に立つのが選挙で選ばれた人間じゃなくて、それを管理してるやつらの中から、例えば今の EU の大統領とか言われてる人間も別に EU で選挙があるわけじゃなくて選ばれてるじゃないですか。ああいうように結局管理社会の中でそれを指導してる指導者の中から選ばれてずっとやってくて、でその指導者って言ってるのはこの企業体をまとめてる重役どころか、それのオーナーのオーナーみたいな連中の息のかかった連中から表舞台にいる連中をまあ、指導者みたいな手で操ったりとかっていう、まあ、そういうようなことで、それは王様がやる仕事じゃなくて、実力主義といえばエリートから、すいません、はい、あとね、うん、まあ、そういうようなことでね、その無能思想派とかって言ってるのっていうのが、ある種この資本主義とか共産主義作ってきた中での一番、そのイルミナティとか言ってる連中のお金吸って、王様の立場以上に他の世俗のところを全部抑えていった一番悪いグループなんじゃないのかと。まあ確かにその能力主義の中にも結構悪い人もいるし、で確かにいつも長男が継ぐシステムだから、次男三男とかやっぱりそれが嫌だっていう人たちが反発して、それを倒そうとする意味合いもあるから、でいろんな反発もあるけれども、でも間違いなくアメリカの西海岸のハイテクグループの能力主義っていうのは一つのグノーシス派の大きな焦点があるわけです。で確かに私たちの言う、能力主義っていうのは民主主義とちょっと違う、やっぱり、エリートが自分たちで選ぶという側面もあるから、接種制じゃないにしても全部、100% ピュアだというそうでもないわけ。ただ世界が僕はある実際に現実はこうなんだよと、これ正しいかどうかは別として、今現状そういう状況なんですよと。ロマノフ王朝を倒したね、そのロシア革命